それほど空が好きだったわけじゃない。毎晩星空を見上げて何かを思うなんてこともほとんどしなかった。けれどある日の夜、僕は偶然に目撃してしまった。その時、僕はベランダで夜風に当たっていた。すると、遥か上空から何かが真っ逆さまに落ちてきたのだ。ゴーゴーと音を立て、光を放ちながら。流れ星？もちろん僕はとっさにそう思った。珍しい。運がいいんだなと微笑みもした。けれどどうも変だ。